今回紹介する動画は「聖書を正しく理解するための助け」のシリーズの2番ですね2番の「哀れみ深い人たちとは」という動画になりますで、まあ、これはマタイによる福音書の、まあ、5章7節の「哀、ま、れ、あ、み深い人たちは幸いであると」と彼らは哀れみを受けるであろうというこの部分の説明となりますでまあこの 憐み深いってまあこれがね、まあ、どういったことを表してるのかっていうことがよく分かります。で、まあ、この動画ねあの一度視聴された方もたくさんおるとは思うんですけどもいるとは思うんですけども、まあ、自分も視聴して。 あの今回ね、まあ、皆様に紹介するにあたって、まあ、詳しく実はまとめたんですねまとめましたで、まあ、まとめたことによって、まあ、この動画がまたさらにね深いものになりましたね本当にねなぜ哀れみの人たちじゃないのかなぜ哀れみ深いのかということが非常によく分かりましたで、まあ、それだけ本当にね奥が深い動画です 特にこの救助隊のねあの例えを持ってまた説明している部分っていうのがあってまあ皆さんもあの動画一度視聴された方はその部分のね、まあ、記憶があると思うんですけどもまあこれはね是非まとめてください皆さんもあのー、非常に深いんですね深い動画なんですで自分はまあこの 聖書を正しく理解するためのシリーズってとりあえずねあの全部一応今までの段階のやつはまとめてるんですけども本当にねあの奥が深いですよね深い内容になってますでまた感動を呼ぶ動画ですねうん分かると意味が分かるとねある意味感動を呼ぶ動画ですよこれは本当にそれぐらいすごい動画ですですですからあの是非ね あのノート等にポイントポイントをまとめていただけたらなと思ってますね。まあ、自分の方も説明欄の方にはそれなりのポイントは書いておきたいと思いますけどもやっぱりねちょっとあの深すぎて全部をね記述するっていうのはちょっとなかなか難しいんですよね難しいんです。で,でもあの何て言うんですかねノートにまとめておいてその置けばまあね その誰かに聞かれた時に答えることができるようにしておくっていうのは非常にいいことなんで、あのまあ理解する部分とまあねあの人にもこう教えてあげることができるようにまあまとめておくっていうのがいいことじゃないかなって実は思いましたね。あのうんまあこの動画をね自分が紹介するにあたってやっぱり消化しなきゃいけないんでまあ。 いろいろ勉強するわけなんですけども、やっぱりね勉強して良かったなと思った動画の一つなんですねこれ。実はこのあまり深い人たちっていう動画は、その自分が勉強してあやっぱり良かったなと思った内容の実は動画だったんですね。まあ、そういった意味で本当にねあのうんすごいいい動画まあ、いい動画っていうかね本当にどの動画も素晴らしいんですけどもあの勉強することのまた あの大切さとかね、まあ、そういったのもちょっと学ばせていただいた動画でありますね自分の場合は。で本当にね、あのー、聖書を正しく理解するための助けっていうのが本当の助けになる動画なんですね。ですからぜひ皆さんね、あのー、一度きね、あのー、視聴された方も改めてねちょっと視聴していただきたいと思います。こののれれみみ人たちじゃないいんですよね哀れみ深い ととここがやっっぱりねそういったことなんですねですから是非皆さんもこの動画を視聴していただいてあのわり、まあ、み深い人にねなっていただきたいと思いますしまた自分も、まあ、メッセンジャーとして、ね、しっかりしたいっていうその動画でしたねそれを決意させてくれる動画でした。 ぜひあの視聴していただいて、まあ、皆さんの特にメッセンジャーされている方はあのぜひね糧にしていただきたいと思いますね。本当に奥が深い動画です。あのポイントポイントをまとめていただいてぜひあの糧にしていただけたらと思いますねえ。今回は以上です。ありがとうございました。